おお、あなたは数日前にも来られましたね。もしかして笠原弥生さんをお探しですか？新書を見に来ただけです。申し訳ありません。今は営業しておりません。弥生さんはあなたのことをついさっきまで待っていらっしゃいましたが、伝言を残して先に出られました。これがあなたへの伝言です。どうしてもあなたに伝えたいことがあるそうです。笠原弥生からの伝言か。彼女がどうしても私に伝えたいことといえば。食べ物を分けてほしいのかな。なんと、空港に救助のヘリコプターが集まっていて、空港にたどり着ければ町から出られるそうです。ガーベラ大橋の手前のサービスエリアまで行ければ、そこからトラックで空港まで連れて行ってくれるんですよ。ただ空港行きのトラックには定員があるからチケットが必要です。どうしたら手に入るのか尋ねて回っていたら、親切な方々が声をかけてくださり、アジサイ交差点の南側にある宝石店まで受け取りに来たらチケットを2枚くれると言われました。先に行ってあなたの分ももらってきます。楽しみにしてそこで待っててくださいね。笠原弥生より。アジサイ交差点の南にある宝石店。暴れるんじゃねえよ。いや、おとなしくしな。誰か、誰か。叫んだって誰も来ねえよ。
彼女の姿を見て私は、人は強くなければならないのよ。私は、あの、すみません。この写真の人見かけませんでしたか？あれなんです。この人は確か。ご存知ですか？知らないわね。そうですか。ありがとうございます。